はいどうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。これです。中国が、中国がまた新たな民族浄化を加速させています。中国が新たな民族浄化を加速させています。対象となったのはどこかモンゴルです。モンゴルです。モンゴルはちゃんとあの政府もあって大統領もあるちゃんとしたところなんだよ。国なんだよ。で、そこをね、そこをね、あの中国が何をやったのかはい。モンゴル語で、えー、教育することを中止。 しました。はい。あの、要するに、あの、モンゴル語っていうのは要するに、モンゴル族にとっては、もう、母国の言葉じゃん。自分たちの日本人にとっては、日本語みたいなもんじゃん。その日本語で教育をするのはやめなさいと。はい。ああ、これからは国際化ですと。はい。で、多くの人が話をしている中国語でのみ教育をしますということを発表してしまいました。で、これに対して、モンゴル人たちが大激怒して、今、大、大きなデモが起こってるみたいです。はい。あの、香港で起こっているようなデモが、今、モンゴルでも起こっています。はい。中国人っていつまで なんでこ言葉自体をね使うもうそのねその民族特有の言葉を使わせないっていうのはここに書いてある通り文化絶滅の危機なんですよだって日本,語日本人がさ日本語をもう使うなって言われたらどうするよ 日本語ではなくて、これからはすべて中国語で教育しますって、二階くんが言ったりとかしたらどうしますかどうしますもう大暴動でしょふざけるのでしょそもそも信じられないっていう状況でしょその信じられない状況がモンゴルで起こっているんです。これね、本当にね、こう中国のことを調べるとね、中国共産党をね、あの、非難する、中学共産党を倒すための理由うん、口実っていうのがね、いくらでも見つかりますよ。もうあいつらとんでもないよ、本当に。 とんでもないよ。でね、このね、モンゴルで起こってるこのデモっていうのをね、日本のマスコミってね、おそらくね、今ね、全く伝えてない。これ中国の記事なんですよ。中国の記事。中国のマスコミの記事なんですよ。伝えてないんですよ。でね、あの、中国、中国としてはね、はい、チベットは完全に侵略したと。はい、ウイグルももう大丈夫だと。はい、コン香港も完全に鎮圧したと。はい、次は、次はモンゴルだ。そういう流れが来てるんですよ。だから、この、あの、ずっとね、もう何十年もかけてモンゴル人をね、こう抑圧していたんですよ。侵略していってたんですよ。 民族浄化をゆっくりゆっくり進めてたんですけど、ついにね、加速化し始めました。ついに本腰を入れて、モンゴルを、あのー、モンゴル人の民族浄化をスタートさせるみたいです。本当にひどい。でね、このマスコミってね全、日本のマスコミって全然ね、報道しないんですね、さっきも言った通り。これ中国の記事だから。でね、これね、チベットとかウイグルと違ってさ、モンゴルって日本とめちゃめちゃ近いじゃん。 めっちゃ近いじゃん。どう近いか。はい。大相撲を見てくださいよ。白鵬もそう。阿リ総ウもそう。はい。彼らはモンゴル人ですよ。モンゴルと日本っていうのはめちゃくちゃつながり深いんですよこ。この大相撲なんかを通じてね。だから日本のマスコミはいくらでも入れるし、この状況を知ってるはずなんですよ。 で、今は中国包囲網を敷いてるでしょこういうので、モンゴル、モンゴル族がいなくなろうとしていると。はい。実は、朝昌龍とかさ、白鵬とかさ、他にもあの、閣僚とかいたっけ確か4人か5人くらい、モンゴル人、モンゴル出身の横綱が誕生してるでしょそのくらい、あの、日本と、日本とね、つながりの深いモンゴル族が、今ね、中国に滅亡させ,らせさせられようとしてるんですよ。これってさ、マスコミちゃんの取り上げなきゃいけない問題じゃないかなうん。 だからさ、これほど近に日本とね、これほど近い民族が、民族が、まあ、台湾なんかもそうだけど、日本とこれほど近い民族が中国に侵略を受けて、はい、民族浄化が進んでいるっていう記事、これどうしても動画にして取り上げたくって、えー、今回ね、あのまあまあ、あの動画にしました、はい。どうしてもこの記事をね、動画にして残したかった。大きく取り上げたかった。大相撲ファンの人はさ、あ怒ってください。大相撲ファンの人は怒ってください。 もうだって朝青龍とか白鵬とかみたいな偉大な力士たちを見ることができなくなっちゃいますよ、これ。この状況だと。もうね、このあの、なんだろ、その、その民族特有のね、あの、言葉をね、この地球上から消していくっていうのは、民族ジョーカーのさ、もう典型的なやり方じゃん。典型的なやり口じゃん。まだこんなことやってんだよ、中国共産党って。 まあ、やっぱり早く中国共産党は倒さなきゃいけないね。そんなふうに思った動画でした。でね、これね、この文章ね、ね今日、昨日の記事かな、これ読んでいくんだけれども、あのね、モンゴルの人たちへのね、中国人たち、あ中国共産党が、えー、モンゴルに対して行っていた民族浄化ってね、もう何年も続いてるの。これ2本目これ読もうと思うんだけど、はい、これ、約10年前の記事です。10年前から中国政府は、うちモンゴルで戒厳令。 っていうことでね。民族浄化を進めてたんですよ。これ、これモンゴル人たちが中国政府に対して怒りのデモを上げてるんです。声を上げてるんですよ。えっと、この10年前は何をやったかというと確かね、えー、これだこれかな。えっと,とま環境破壊、モンゴルの環境破壊であるとか、現地の遊牧民の権益を犯す行為につながる対する攻撃活動を行ってたんですよ。で、これを行ってた結果、戒厳令が敷かれたと。 こんな感じで、えっと、モンゴルの人たちっていうのはもうね、10年以上前からね、中国政府と戦ってるんですよ。日本としてはね、モンゴルとつながりの深い日本としてはこれは戦わなきゃいけない。うん。だからこれは動画にして残します。はい。ぜひ拡散してください。はい。マスコミ動いてね。マスコミ動いてね。君、特に NHK 動けよ。大相撲の危機だよ、これ多分。大相撲であれだけ、あれほど活躍してくれてるモン,ルモンゴル人たちの危機ですよ。NHK。取り上げろよ。うん。いきますね。 文化絶滅の危機。モンゴル語教育を中止で、えー、抗議運動が勃発。はい、これ昨日の記事ですよえ。中国、内モンゴル政府の教育当局は9月1日の新学期から全ての学校は中国語で授業を行うと発表した。現地住民が抗議した。内モンゴルの鉄道列車、漢字表記しかない。はい。もうね、モンゴル語、モンゴル語がだんだん消されていってるんですよ、モンゴルの中から。信じられます アメリカを拠点とする人権団体南モンゴル人権情報センターによると中国政府は内モンゴル自治区南モンゴルでモンゴル語を中国語に置き換えることを計画しており現地で大規模な抗議デモが発生したという当然だよね同人権団体は8月29日中国がバイリンガル教育の推進と銘打って9月1日から内モンゴルの全小中高大校で小学校も中学校も高校も大学もモンゴル語を中国語に置き換える計画 を進めたため大規模な抗議運動を巻き起こしたたと伝えた一部の政府関係者もえ活動に参加し強い結束力を見せている内モンゴル各地,と各地の生徒とその保護者教師が学校,に対学校に対し抵抗を続けており学校には誰もいないという、はい、これね心強いなと思うのは、まあ、保護者も当然立ち上がるんだけど学校の教師が立ち上がってくれてるんですよまだね学校の先生はね中国共産党に侵されてないんだよ うー、ただ心配だよね。この保護者は、はまあ当然として、教師がね、中国共産党に捕らえられて拷問を受けたりする可能性あるんですよ。それでも立ち上がってるんですよ。モンゴル人たちって。モンゴル人たちってすごい意志の強い民族だよね。あの、大相撲で来てる方々は見たらわかるじゃん。なんか戦う民族って感じじゃん。これ中国も多分苦戦してるんだろうね。ただその分犠牲者が出てしまう可能性があるから、もうちょっとね、心配でしょうがない。 えー、教師らもデモ活動を行ったエレン・ホト氏のモンゴル人教師全員が授業のボイコットに参加したすごいねうん保護者の多くは今後子どもが学校に通い中国語を学ぶのではなく自宅でのモンゴル語教育を希望しているこれを受け一部の退職教師や大学生は子どもたちにモンゴル語を教えるボランティアをしているといういやこれねこなんかさらっと書いてる一文なんだけど学校の先生も大学生もみんなが一丸となって中国共産党にと戦ってるってことなんだよこれ すごいな、すごいななんかな、ちょっと胸厚だわ、うん、で、保護者のほか、一般の遊牧民たちも、内モンゴルの主要都市で同時デモを行い、文化絶滅はさせないと抗議した、デモにはモンゴルの民族衣装を着用した大勢の地元学生らも参加した、現地での抗議活動は勢いを増しており、当局は弾圧を強化したという。ジャル ジャルート機地方に位置するモンゴル語で授業を行う学校の生徒が学校の寮に拘束され数百人の保護者が学校前に集まり生徒の即時釈放を要求した機動隊と数時間にわたる退治の末警察の封鎖を突破して子どもたちを家に連れ帰ったという,すも,うもうとんでもない状況になってるよこれ機動隊と戦わなきゃいけない状態 警察と戦わなきゃいけない状態。その封鎖を突破しなければ、自分たちの子供を助けられない状態。これ、簡単に比較はできないけれども、香港よりもやばい状況になってるよ、これ多分。 ホルチン左翼中期地方では、保護者のデモが警察の弾圧に遭い、数人が警察に殴打された後、連行されたという。また、ホルチン右翼中期と、不礼キのモンゴル族の保護者らは、デモ中に、私はモンゴル人だ、などと、などの、モンゴルの、歌謡を歌ったという。さらに、夫婦ホト氏による、内モンゴル市範大学の学生と、その保護者らは、学校の前で抗議をし、署名活動を展開したため、警察の鎮圧にあったという。これ、あれだよ。署名活動したんだよ。 学校の前でモンゴル語の教育をしてほしいって抗議をして署名活動をやっただけで鎮圧されたんだよ。どういう状況か分かります日本のマスカミがおそらく全然行ってないから動画とかがないんだけれどもこれ、香港と状況変わらないぜ。だって、鎮圧って,って抗議をして署名活動をしただけで警察に鎮圧されるんだよ。日本と同じことが起こってみ、どんな攻撃か想像できるでしょう 尋常じゃない状況ですよ、今。現在、数百人のモンゴル人活動家が当局に拘束、または自宅軟禁されており、ジャルート機の、えー、モンゴル人女性教師のウランツアさんは、えー、新言語教育政策に抗議するよう民衆を組織した、との罪で警察に連行された。また、地元の、えー、牧民資料も、えー、外出禁止の命令を受けたという、という状況です。はい。そういう状況です。これ完全に、今ね、これ、香港と変わらない状況になってます。 いやーこれ、NHK、これね取材に飛ぶべきじゃないですか、大相撲でお世話になってるんでしょ、モンゴル人の人たちのおかげで視聴率上がってるわけでしょ、それを理由にね受信料徴収してるわけでしょ、日本人からじゃあ、クさん、NHK の受信料払ってるからさ、うん、受信料払ってる身として要望するわ、モンゴルに行って、モンゴル人たちが今、どんな目に遭ってるかっていうのを正しく報道してください。 NHK ってさ、NHK ってさ、あの今、中国とか世界各国に出ていって、なんか日本人からはね受信料取るんだけど、世界の各国からは受信料取らないで、無料で放送域をどんどん拡大してるじゃないですか、そこでモンゴルの状況を報道してくださいよ、お金を払ってる人間の人、言いますよ。今、香港と変わんない状況だぜ、これ、読んだ結果。 でこんな状況がね、おそらくね、もう10年前以上前から続いてるんですよ、これ10年前の記事だからね、これ10年前の記事だからね、今から行くよ、中国政府、内モンゴルで戒厳令、<laughs> え24日、内モンゴル自治区、シ,フォンえシリンホト市のえ庁舎前で2000人以上のモンゴル族学生が抗議運動を実施、これ、こんな状況だって、10年前からこんな状況なんだよ、知ってました日本人ほとんど知らないよね、多分うん。 中国政府は、内モンゴル自治区で連日抗議活動を行う抗議民衆の制圧を開始し、40人以上逮捕。一部の地域で戒厳令を敷いた。これに対し、アムネステイ・インターナショナルは、当局に対し自制を呼びかけた。28日、アメリカ VOA が伝えた。南モンゴル人権情報センターの情報によると、戒厳令が発令されたのは、連日ゼモが集中する内モンゴル自治区シリンゴル名の、えー、ア愛キと西ウジュムン地機。 であると。はい。二十七日当局が、えぇ、ー、聖愛機に、えー、出動させた三百人以上の暴動防止警察と、えぇ、ー、 抗議活動を始めてから5日目を迎えた遊牧民と学生数百人が衝突し、40人以上が逮捕された。現地の中学高校でも、モンゴル族生徒を帰宅させず、抗議活動に参加しないように、校舎の屋上に移動させたりしており、生愛駅は完全に軍警察に制圧された。これ10年前の記事だからね。さっき読んだのは昨日の記事だけど、これ10年前の記事だからね。こんな感じでずっと、ずっとね、ウイグル、チベットだけじゃなくて、モンゴルも、モンゴルも民族浄化の目に合ってるんですよ。 同自治区、通量市の、内モンゴル民族大学も当局に封鎖され、学生たちは外出を禁じられている状態だ。南モンゴル人権情報センターの代表である、トゴジョグエ,エン、 エンフバと氏によると、解厳令の範囲は拡大される可能性があるという現地時間の27日午前から解厳令が敷かれ、現在も続いている内モンゴル自治区の省ョト、フフホとシリンゴルメイや東部のツーリョ市など主要都市の治安情勢は非常に切迫した状態だ。学生は校内から出ることを禁じられ、民衆は市外区への侵入を禁じられている。ネット上のチャットルームも閉鎖されており、人々は非常に緊張した心理状態にある。シリンゴルメイの党委員会宣伝部職員は解厳令について 指定しているがシリンゴルメ聖愛機の住民はロイター社に対し現地では27日から軍事管制が始まっていると伝えられており、えー、軍事警察による街頭での戒厳令も行われているという西宇宙無人機の、えー、住民によると同地区では28日から封鎖が始まり警察が街頭を巡回しているというまた、軍事管制が始まった後すべての路線バスの運転が停止した後ある政府職員は話したと。 停止したとある政府職員は話した。27日、数千人のモンゴル民、モンゴル族の民衆が、西亜駅と西宇ム無ンキの両地区において、当局の環境破壊や現地遊牧民の権益を犯す行為に対する抗議活動を同時に行った。この抗議活動を鎮圧中、暴動防止警察は抗議活動を行う人々の中に、故意に車を走らせ、少なくとも4人のモンゴル族女子学生を跳ねたと、南モンゴル人権情報センターは伝えている。こんな情報を、 日本全然流れてきてないよね10年前でもこんな情報流れてきた熊さん覚えてるわ 28日、アムネステイ・インターナショナルは中国政府に対し、自制を呼びかけた。同組織、アジア・太平洋局のキャサリン・ベイバー副局長は、民衆の抗議は憲法により与えられた権利であるとし、この権利を尊重すべきであると話す。また、アムネステイは、今回の改憲令に注目しており、今後の事態の発展に関心を持っていると伝えた。という記事これ10年前だよ。10年前からこんな目にあってんだよ。そして、ついについに、今日9月1日、今日9月1日から、はい、モンゴルの中にある全ての省を 中高大学校大学でモンゴル語で教育をすることを禁止するっていう風になったんですよ全部中国語で教育しなさいっていうことになったんですよこれを民族浄化としては言わずして何を民族浄化って言うんでしょうかで今これに対して学校の全ての先生と学生でモンゴル族の方たちが一生懸命戦ってるんですよ戦ってるんですよ 香港はさ、あんだけ報道したんだからさ、モンゴルもこれは報道すべきだよ。<laughs> 日本とモンゴルってむちゃくちゃ近いじゃん。めっちゃ近いじゃん。NHK つけてさ、大相撲を見ながらモンゴル人を、日本人たちは応援してるわけじゃん。白鵬好きでしょ朝青龍大人気だったじゃん。これ非難の声を上げなきゃいけないんじゃないのかなこうしてる今でも、 学校の先生と学生は戦ってるんですよ。戦ってるんですよ、本当に。抗議活動を行って、署名活動をしただけで鎮圧されてしまうような、そんな状況の中でも一生懸命戦ってるんですよ。府警さんもお子さんもね。これはね、日本のマスコミに報じてください。できればテレビできっちり報じてください。中国が何も反省せず、また民族浄化を行ってます。 この情報をね、日本のね、マスコミのニュース探したんだよ、実は熊さん。探したんだよ。探したけど、全然出てこない。全然出てこない。どうでもいいんだろうね。うん。それが許せなくて、今回動画に残しました。はい。こんな感じでね、ちょっとね、 日本のマスコミが全然報じなくて、もう許せない記事があるのに報じないっていう記事をね、見つけたときは、クマさん今後もどんどん動画にしていきたいなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録を終わりたいと思います。あ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではクマさんの動画はこれで終わりたいと思うんだけれども、日本のマスコミお願いします。これ報じてください。はい。中国共産党がまたチベットやウイグルや香港と同じような弾圧をモンゴルでやってますよ。同じレベルですよ。 今これ、規模とか、実際に鎮圧されている、起こっていることって、今、香港で起こっていたことと、全く同じことが起こってますよ。もうさ、日本の政局気になるのは分かるよ。でも、もう菅さんでほぼ確定だよ、こんなの。うん。で、もう河野さんが多分官房長官とかなるんじゃないもうその辺はもう確定だよ。もう決まってから報道す,報道すればいいよ。もう石破君とかお前、スタジオに呼んで報道してたね、あれ、モーニングショーだけあれ、バカじゃないのと思ったよ。<laughs> こういうさ、 重要なね、世界でもう、とんでもないことが起こっているのに、石破君呼んで話聞いてどうすんのもう、今回のさ、選挙で、選挙というか、総裁選で落ちて、うん、何の要職にもつかず、また外野からさ、自民党を攻撃するだけの人間をスタジオに呼んで、そんなに,に、何十分も時間取るんで、時間がね、あるんだったら、モンゴルのことを報じるべきだよ。これ。署名活動やってただけで鎮圧されてるんだよ。取り押さえられてるんだよ。逮捕されてるんですよ。監禁されてるんですよ。 日本の大相撲で見て、いつも見ているあの人たちと同じ民族が。白鵬とか、朝サシと同じ民族が。これを報じてください,、はい。お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。